エトナ、ネットワークは評価されている分散型貸し付けです。この形式のデジタルマネーは予想よりも早く悪評を得ています。を得ています。暗号ビジネスは根本的に成長し、拡大しました。デフとしても知られる分散型マネーはデジタル通貨業界で急速に成長している分野です。分散型マネーのもう一つの部分は NFT であり、 昨年から多くの利点を獲得し、NFT が職人、ゲーマー、スーパースター、タトゥースペシャリスト、画像撮影者に交換可能または呼び出される人を君として独自のコンピューター化された商品を販売する機会を提供するため、無限に成長する能力があります NFT。ビデオゲーム業界は、ゲーム内リソースに関して真の所有権がないことに依然として苦労しています。 市場は2023年までに2000億ドルを超えるでしょう。これは、所有していないゲーム内リソースを購入するゲーマーが2019年に870億ドルを費やした後のことです。ブロックチェーンの革新により、一部のゲームはゲームリソースに真の責任を負わせることができましたが、この新しいアイデアの有用性は依然として最小限であり、 ビジネスに大きな影響を与えています。エトナネットワークは、ブロックチェーンの革新を活用して、ゲーム内のリソースに新しいアイデアとユーティリティをもたらします。エトナネットワークについて、サイクロプスファイナンスは、ゲーム内の NFT リソースを分散型の取得と借用の段階に調整する計画を立てて、 ハイブリッドゲームの生物学的システムとして始まったブロックチェーン組織です。イーサリアムプロトコルで一貫したゲームとお金の調整を可能にします。エトナは、クライアントが様々な財布を要求することなく、ステージで作業しながら効果的にジャンプできるようにすることを意図しています。その使命は、成功した人と失敗した人の両方のために機能する。 相互接続された暗号タイプの進歩の単一の基盤である、全体的な生物学的システムを作成することです。エトナネットワークは、デフィ、ゲーム、および NFT の進歩に基づいて構築されています。このイノベーションの概要は次の通りです。エトナネットワークのハイライトセミコロン。コインやトークンを保険として使用できるだけでなく、NFT、 コンピューター化された地形も使用できるデジタル資産貸し付けプラットフォーム。これは氷山の一角に過ぎません。重要な NFT 保有者は、保険のように NFT を利用することでクレジットを取得できるようになりました。これは、間違いなく明確な利点です。クライアントが多くの高度なリソースにアプローチする DEX ハイブリッド流動性プロトコル。 デジタル形式のお金の交換に伴う複雑さが過去の異物である取引。新しいブローカー。